織り交ぜて攻撃を仕掛けていく。見てる人が燃え上がるよね。僕らが山口兄弟が思ってる格闘技を見せた。まあ、山口兄弟って言ったらオープンフィンガーっていう、まあ、代表格なんで、勝ったら特番しようかなと。大阪も苦い思い出、ここでちょっと代わりに兄貴倒してちょっと晴らしたいなと思ってるんですけど。宇佐美メイソン、自身あんまりベルトとかそういうのこだわりないですけど、まあとりあえず強いやつでやって、まあ一番強いって言われるような選手になりたいですね。ライズの王者中野が迎え撃ちます。やり合って盛り上げようって感じですね。ずっと大阪でやってきてるんで盛り上げれるかな。オープニングがなんか面白いです。刺激が違います。俺らの試合が一番盛り上がるやろうか。ベルトとかはないですけど、結局オーディエンスを貸してるのはこっちやんね。そういう自負があります。そこだけなんで僕ら、そこで勝負してるというか、そこが僕らのいいところ、売りなんで。判定まで行ってもね、結局他人がつける勝敗なんで、倒して倒されて自分らで勝敗つけてる方がスッキリしますね。それでマットを押してる。負ける時もやっぱり派手に負けたいんで、やっぱ、それもプロの仕事やと僕は思ってるんで。激しい試合がしたいですね。どうせなら燃え尽きてやろうと。引退式をしていただく予定やったんですけど、急遽この話が入ってきて、どうせならと思って手を挙げさせてもらいました。せっかくねこうやってライズさんでね夢を見させてもらってて、最後挑戦したいなと思って。唯一オープンフィンガーだけはしてないルールなんで、どうしても試したくなった部分もあったんで、ね、山口優真くんなんで。相手の山口選手は同じあれ大阪ですけど、なんか関係性というかどう？実は練習したことあって、練習では結構芝居てるんですけどまだなんか分かってないんで、まあボコボコにされつつもだん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 僕も追いついてきたんじゃないかなとは思うんですけどね。まさかこうやって最後オープンフィンガーで彼と試合するなんてことは、しかも相手の土俵なんで、勝ったら男前しちゃおうかなと。まあ仲、まあ仲いいかも対戦相手のこと敵やと僕は思ってないんで、まあ言うた仕事仲間ですよね。二人で面白い試合作り上げてって感じの感覚なんで僕は。けど相手はそういうタイプじゃないんで、ちゃんとプラン作って、最終的にはやっぱ殴り合いの場にこう引きずり落としたいというか、オープンインがやっぱ殴り合わないとね。あんなんで殴り合って楽しいって言ってるのがちょっとやばいでしょ。ネジ飛んでないみたいに。ネジねえ、僕どっちかというとネジ 1,2 個多い方なんで。正統派のキックボクサーがオープンフィンガーしたらどうなるのかっていうのも見てほしいかなと思いますね。背中は見せようと思います。
引退とか言ってるようじゃまだまだケツの青いガキですわ。まあグローブつけられへんなってるっすねもう。山口ヒーロー。いや楽しいなやっぱオープニングだし、競技変わるぐらい全然ちゃうんでねグローブと。俺3年グローブつけてないから。それでかい。ライズをつけさせてくれないですよ僕グローブ。結構なんかいろんな舞台でオープニングが今流行ってるじゃないですか。あ、流行ってるですね、うん、その辺はどう思います？なんていうの、ちゃんとオープニングで戦えてんかって求められてることやってんかって、もうほんまこの前のアリナちゃんとマラドの試合見てほしいぐらい。やっぱでもああやって打ち合ったらアリナちゃんが勝つっすね。いやそれ分かってたやろマラド、それでもあえて言ってるやん好きだね、そういうのがいい。あれぐらい、あれを超えるぐらい俺はできるけど、できんやろ伊藤ちゃん。伊藤ちゃんできないでしょ。伊藤代表ちゃいますよ。伊藤住屋の方で。まあ、あんまダメだあかんだよ俺をな。自分がしばけるように準備しておきます。決まる前からなんかオープンフィンガーでやるだろうなと思ってオープンフィンガーで練習しました。今日代表、あの大阪オープンフィンガーで誰かを組んでくれないですか？検討よろしくお願いします。言ってよかったなと思って。まあ、弟に2年前負けちゃってるんで、まあ、そっからずっとモヤモヤしてるし、その時大阪人生初めてだったんですよ。だからなんか大阪も苦い思い出になっちゃってるんで、ここでちょっと代わりに兄貴倒してちょっと晴らしたいなと思ってるんですけど、まあ倒し方見せ方によれば井山にまた接近できるのかなと思ってるんで、もう一回やりたいっすね。ヤーマンともいい試合してたし、それも含めて美味しいなと思います。伊藤住みますね。まあオープニングには向いてないかもね。グローブの方がいいじゃん。グローブの方が強いんちゃうと思いますね。あの戦い方が勝敗以上のものを求めてるかっすね。俺はそれ求めてるから、それを求めて来いよってオープンフィンガーつけんねやったら、まあ普通にやれば絶対負けないと思います。勝ちにね徹した戦い方してもやっぱり盛り上がらないと思うんで、見せるところは見せて、僕ら二人の試合も結局は喧嘩になりそうですからね。当たった方が勝ちみたいな。見てる人が燃え上がるようなね、試合したいですね。試合したいというか、なるね、勝手に。まあ、盛り上げますよ、ライスをね。任してください。また中野亮太ですけども、大阪ライズワールドシリーズ2024に参戦決定しました。本日、その対戦相手が来てますので、呼びたいと思います。宇佐美メイソン。まあ、通過点というふうに自分は思ってます。どんな感じの子供だったの？ね、ちっちゃい時はアクション映画とか仮面ライダーとかがすごい好きだったので、まあ、強いものに憧れてたっていうか、戦いごっこから始まるじゃないですかちっちゃい時って、まあ、人ボコボコにしてましたけど、中学校入ってからはちょっとね、なんかグレました、はい、もう日本出ていけって言って、まあ、追い出されたんで、まあ、英語を覚えてくるなり、まあ、ちょっと更生して帰ってこいっていうことでカナダに送られました。
めっちゃ真面目に学校行ってたし、勉強もしてたし、でまあ喋れるようになったと言ったけど、もう無理っていう、帰ってこられへんっていうふうに言われたんで、ちょっと暴れましたね。ね、普通の生活はしてませんでした。でバンバンみたいな。肘のとこ打たれたことあります。打たれた瞬間は全く痛くないんですよ。自分も走って逃げてるんで。ただこう走ってもう行けたかなと思ってこうやって歩いてた時に、なんかすごい血出てるって、もう映画みたいな話。与太郎さん何回弾かれました？いやいやいや、僕はあの真っさらなんですよ。僕メイド真っさらなんですよ。大体みんな何かしらやらかしたりやらかしたり、なぜか一番悪かった、こいつが何もしてない。こいつだけです。真面目に頑張ってるってことだよ。ただそれだけですよ。意味が分かんない。真面目に頑張ってるってことはそれだけです。二十歳になる1ヶ月前ぐらいに帰ってきました。その時はどういう気持ちだったんですか？格闘技に対して。正直帰ってきた瞬間はもうそんな気持ちなかったんですけど、あのお兄ちゃんの試合がすぐにあって、お兄ちゃんの試合見に行って、で僕も真面目にやってたらこうなれてたんやなっていうふうに思って、まあ、すごいかっこよかったん で俺ももう一回やろうかなと思って、でもう一回頑張ろうってなりました。アルバートクラス右フック、左からそして左ストレート、これ危ない。さらにラッシュをかけていこうという、アーカーウサミ実況なんとキックプロデビュー戦の宇佐美秀メイソンが、メイソン、ライズはじゃあ何しに来たんですか？強いやつやりたいっていうふうに言ってるんで、それであの中野選手とやるって言われたんで、おじとひやりたいですっていうふうに言わせてもらって、で決まりましたね。ワクワクしますね。めっちゃするっす。やっぱなんか人生ドキドキした方がいいじゃないですか。はい、生きてるなぁ思うんで。ストップがかかりました。このタイトルマッチを延期とさせていただきます。まあ流れて、まあ、まあ試合やりたかったですけど、まあそれもまあなんかの運命かなと思ってます、はい、タイトルマッチなくなることとかないんで、まあ、ベルトが僕の手なんで、まあ、いいように取ってます。いやでも最近は冬眠しがちだったですね。冬やったの今やっと春になって起きてきたとこっす。あ、じゃあもう最高だ。最高っすよ、はい。今やっと、はい、来てるっす。僕あの季節の流れとかで動くタイプなんで、自然の、はい。自然エネルギータイプなんで。いろんなとこから、まあ人間性じゃないですか、強さって。いろんな強さあると思うんですけど、なんか、ね、ただ単にずっと練習してても、なんか人として深めないし、遊びも全部本気で。で、そこが戦いに出てる。はい。まあ全部出るっすよね、戦いって性格とかも。いやめっちゃいいっすよ。この前イソンキョみたいな。衝撃的な、まあ、一発の顔してますけど、本当にね、調子良かったです、はい、今どうですか？今もいいですよ、はい、まあ、ちゃんと持っていけばああいう試合できるんで。パッて見ただけで5戦5勝やって、まあ5戦しかしてない、まあ感じの効果だと思ったんですけど、まあしっかりサウスポーでやってるかなと思います。おもろいやりやりできるかなと思います。楽しみっす、ね、いやもうドキドキしてきたからいい感じですわ、ね、相手も相手大阪盛り上げです。まあ試合パッと見てドキドキする相手なんで、まあお客さんもドキドキするかなって僕も出してるんで、まあ通過点っていうふうに自分は思ってます。
いや、隠したとは言わないですよ、もちろん。あえてチャンピオンなんで。ただ、まあ、僕、自分の強さ信じてるんで、全然心配してないですね。まあ、全部ひっくり返せるんで、そっちの方が。あと、まあ、勝ってから言いたいこともあるんで、まあ、今回 67.5 でやるんですけど、65落ちるっちゃ落ちるんで、勝ってからいろいろ考えてることを言っていこうかな。大阪でオープンフィンガーで山口くんに揃ったの、はい、最高ですからね。期待を超えていくような試合が、大阪の人の心に残るような、燃え尽きてやろうと、それが僕の最後で、思いっきりやり合って盛り上げようって感じ。フィニッシュは2ラウンドで、2ラウンドで。